はい皆さんヒズコ c h チャーチへようこそ今回、えー、またオンライン、えー、2回目ですね今回のオンラインの2回目です皆さんは、えー、オンライン礼拝どうですかちゃんと礼拝できてますか今日はですね、えー、とこのメッセージの最後に生産、えー、式を 行いますので、えー、まだですね、えー、と生産式ご自分で用意できていない方はです、ね、ちょっと私がちょっと最初の導入のところ話している間にパンとブドウジュースを用意してくださいえと、ねえーと。ちょうどいいものがなければ何でも大丈夫です。おおやつのポテチでもお米でもも米 大丈夫ですこれがイエス様の砕かれた肉なんだ流された血なんだと、えー、思ってそれを一緒に取ることができれば問題ないですぜひ皆さん、えー、と最後にです、ねえー、と一緒に生産の時を持っていきましょう、so、はい、えー、それではですね、えー、と早速み、えー、言葉に入っていきたいと思いますけども 今週はですね、えー、と先週から、えー、続いての、えー、真理の御言葉ばによって作り変えられるという、えー、お話なんですけども前回はもう真理の御言葉ばとは何なのかどういうものなのか、えー、という話をしました。 私の心理のミコトバット、ユノワ、エワシ、テンノトーサンガ、ドレホド、ワラシオ、してシティルしてソシテ、エワラシカ、エイサリタ、テンノトーサン、エイサリタ、コデアルノカオ、るモイタサいテクレル、コ And I said, The word of truth is what、well, let us remember that we how much we are loved by God. ままず大前提にあります、so、でその上で私がじゃあ実際この見言葉によってどう変えられていくんでしょうこのプロセスはどんなものなんでしょうかっていう話です a promise, a process. え簡単にせ、ね、この4ステップぐらいにするなら こんな感じだと見言葉を読む、so えー。見言葉を信じる。そしてその見言葉を行う。<the> そして見言葉によって変えられる。えでしょうか、えー。これをですね、えー、っと私がこのことについて思い巡らしているときにちょうどジャーナルで詩幣、えー、119編を 読んでいました本当に、えー、美しいみ言葉で、えー、この御言葉に対する愛がどれほど御言葉を愛してしたい求めているかというのが表、えー、れています。 でもこれ、119編、めちゃくちゃ長いんです、176節もあります一瞬ですね、えー、今日のメッセージ、この紙幣119編をひたすら読むだけで終わっちゃおうかなとか思っちゃうんですけど、ちょっとマニアックすぎて、ついていけない映画みたいになっちゃうんで、やめましょう。 <Doing> でこの、まあ「剣119編」をまた似たようなですね、えー、とある意味、えー、隣り合わせの御言葉である詩篇一編を、えー、今日はお読みしてそこから学んでいきたいと思いますまず一緒に、えー、この詩篇一辺を一緒に読んでいきましょう。So お読みします。幸いのことよ、悪しきもののはごとに歩まず、罪人の道に立たず、あらけるものの残りつかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そうなすことはすべて栄える、悪しきものはそうではない、まさしく風が飛ばすもみ殻のようだ。それ ししき者は裁きはははににに罪人は正しいいいいののの立ち得ない誠に正しいのの道道死が知っておられ悪しき者の道は滅び去る So let's read together in English.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in a company of mockers, but w h o s delight in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. that person is like a tree planted by streams of water which yields its fruits in season and whose leaf does not wither. whether they do did, they did prosper, not so the wicked. they are like chaff that the wind blows away. therefore the wicked will not stand in their judgment. no sinners in the assembly of the righteous. for the lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked lead to destruction. ということをお祈りいたします <I pray. S 2> 天のお父様今日はあなたの御言葉を感謝します。今日あなたの御言葉を信じます。今日あなたの御言葉をしたい求めます。どうかその信仰とまたその心をしたい求める心を与えてください。 今日あなたが私に語っているあなたの見言葉を信じることができるように書道家、たまものとしてその信仰を与えください。Please give us faith as a gift from you so that we can believe in your word. 私を愛するあなたの言葉が私を変えてくれたいます。I believe that your word, who you love me, transforms me.

私たちはみことばを慕っていて、みことばにより頼んで、みことばにもう抱かれているような、そういう心地の感覚のするシ、えーヘですね。So this psalm、uh, shows us that when we read the scripture, we are like、uh, embraced by God and we adore the word. で本当にこの御言葉によって作り変えられるというのは何か自分の人生に御言葉を足すだけではないんですただ読んだだけだったらそれは本当にただ足しただけですこの料理で言うとただこう

そうです私がこの肉の臭みを消すには漬け込む必要があります漬け込むっていう時、まあ、よくお酢とか塩を使うんですけどもこのお酢や塩というのは、ね、細胞組織を破壊してでそこに、えー、っといらないそこからいらない水分が出て味が逆に染み込んでいくっていうそういう、えー、調理法です and when we used,、uh, 私たちも同じようなものだと思います。So same, like、で私には、えー、この <coughs> 罪のこの肉の臭い匂い,いが、えー、私の中にあります。We have この私はその匂いを一度出して、この壊されてそれを流し出して代わりに御言葉という生きたキーストの血が流れ込むんです。Kind of smells, blood, uh, だから誰かにせよお前の血は何色だって聞かれたら御言葉色だと答えられるだけです。So

<As> それがみ、えー、言葉によって作り変えられるということですね。So is, uh, ね今日、えー、この御言葉を通してです、ね、本当に、えー、身と心が、えー、作り変えられてこのイエスの御言葉の天のお父さんの御言葉の言葉色に染め上げられていくそのプロセスについて、えー、学びたいと思います。So えまずです、ね、私は心から見ていきましょう私はこの心の私の変化の心からいつも始まります逆に言えば私の罪もまた心から始まるからですね詩編の一辺もう一度、えー、と見ていきたいと思います 一編一節は、えー、この言葉から始まっていますね。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。罪人の道にもういない人。 罪,人の罪の道にも歩まないことを選ぶこれは悔い改めです。So person, uh, no、the, 私が御言葉を読むときに御言葉は私の心を照らします。So 神様の言葉、戒め、立法が私の罪が何かを教えてくれるんです。Is, um, そこで私はただ罪深さを知るだけじゃないです。 ああ私はもう罪人だもうダメやって言うだけじゃない、so、saying, そこで私はどれほど神様の恵みを必要としているかを知るんです、so、time, でこの罪人の道から神様の御言葉の道にとどまることを選ぶこれが悔い改めです、so イエス様は、えー、このように、えー、自分を信じたユダヤ人たちに言いました。So says, eh、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。と、so, um, re really、h a p e r 8:31 s a y chapter 8:31 says、と、ジョン chapter 8:31 says、と、o ョン chapter 8:31 says、h a p t e r 8 e 1 says、と、ジョ h a p t e r s a y o と、ジョン chapter 8:31 s a y h a p t e r 8 3 says、と、ジョン chapter 8:31 a y s と、ジョン c h a r e r e a l l y my d i s c i p l e s 一辺ではね、罪人の道に、まず、計りごとに、罪の、えー、悪しきものを計りごとに歩むところから始まります。Walking, uh, walking そしてまたその道に立ち止まるところに立ち止まります。 最後にはあざける者の,の座についてそこにとどまっています。私の罪のアイデンティティのこの変化、そのプロセスがこの,このようになっているんです。私が罪にとどまっているところから、 悔い改めるなら私は今度は御言葉にとどまることから悔い改めるんですじゃあこの御言葉にとどまるには私はどうしたらいいんでしょうかですね一編、えー、二節には「主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ」と書いてあります

これはただ御言葉を念仏のように唱えるということを言ってるんじゃない。これは心のことを話しています。教えを喜ぶこと、教えを信じること、この信仰から始まるんです。 まま the Romans chapter 10, verse 70 says: consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. That's why we read the word, hear the word, and believe the word. We believe. 信じなさいって言われて、信じれないみことばが出てきていることがあるかもしれない。Have, uh, 信じる、もうみことば、聖書というこの書物、ボンと前の前に出して、これ全部信じますって言っても、実際読んでみたときに、これは信じれないって。So それは私たちの中で違う言葉を信じているからです。Because, you know, like、私は罪の世界の中でね、偽りの嘘の世界の中で生きているから、この全く違う真にの御言葉を照らされたときに、信じるのが難しいなと感じてしまうんです。So we まあじゃあその時に誰の言葉にとどまるかを選ばないといけない世の中は私にいろいろな条件をつけていきますあなたは成績がよくないと、ね、売り上げや学校の成績がよくないとこの場所では受け入れられないよ認められないよと、so あなたはこういう見た目じゃないと愛されないよ。こういうふうに振る舞わないと愛されないよ。こういうことを達成していかないと、あなたはこの世界で誰にも見向きもされないよ。そういう言葉を、そういう嘘をこの世の中は私に語り続けています。So 私は知らず知らずのうちにその言葉を信じてしまっているんですだから私はありのままで無条件で天のお父さんに愛されているっていうのを信じることができないんです that その時に私はあ私は

誰を信じるのか誰の言葉を信じるのか選ばないといけないこの真理の御言葉とは、ね、あなたを愛している天のお父さんの御言葉ですだからこの愛によって語られた言葉だから無条件であなたを愛している方の言葉だから信頼していいんです 今日、あなたの中でこの言葉をこの最後に祈る時に一緒にこの言葉を見つけたいです。あなたが信じてしまっているこの嘘。 そしてまたあなたが信じるべき神様の天のお父さんの真理の愛と恵みの言葉。今日一緒に天のお父さんの愛の御言葉を一緒に選びましょう。So today, um, でそのようにして私の心が。 変えられていきます見、so like、言葉を喜ぶ心に変えられていきます。そのよう,うに心が変えられたら自然と体も変わっていきます。先週読みました、ヤコブの手紙の1章、21節、22節をお読みしたいと思います。So James chapter 1, ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植えつけられた御言葉ばを素直に受け入れなさい。御言葉ばはあなた方の魂を救うことができます。御言葉ばを行う人になりなさい。自分をあざむいてただ聞くだけのものとなってはいけません。therefore、get rid of all moral filth and the evil that is so r v l e n t and humbly accept the world planet in you, which can save you. 私が、み、ね、言葉が心の中に植えつけられます。で、そうしたら私は信じる。で、素直に受け入れて、それを信じることができるんです。So、our, heart, そしたら、その御言葉が、の種が私の中に実を結んで、 御言葉を行うことができます聞くだけではなくてその行いが信仰が生きた信仰があることを示します。詩編の119編には、えー、とこの「御言葉を、えー、行うということは守ること」。

So, this word is different from the word from our parents or our bosses, but actually we can believe in him, believe in his word.We trust in the word, that's why we can obey in the word.So, at that time, what will be changed inside of us? 行いを変えることではないです。私、so um, は姿が変えられていくんです。この、えー、ヤコブの手紙の中で顔が、ね、顔がという顔,顔の話をしています。In James, um, 自分の顔を見て忘れるものではなくて、この自分の顔を見て神の栄光が現れていることを知るんです。私がどのようなものであるかということです。それがイエスのに姿なんです。 Gonna be, like、Jesus. まあ、とは言ってもですねなかなかこう難しいって思う時もそれを知っていても難しいと感じることがあると思いますだってイエス様の似姿はすごく遠いからイエス様はその栄光に意味していて罪人のお話からはすごく遠くて 一生たどり着かないのになんで今こんなに頑張らないといけないんだろうその全く同じ質問をですねこの「ハイデルベルク信仰問答」という非常に古い教えですけどもその中に同じようなことが書いてありました。So actually, the Says this このうにおいて、その中で、問い115にこの世にあります。この世においては、誰も実戒を守ることができないのになぜ神はそれ,までそれほどまで厳しく、私たちにそれらを説教させようとなさるんでしょうか、so このように感じたこととがある人多いかと思いか思ちえそこの中でちょっと抜粋させていただきますけどもこの中で私たちが神に精霊の恵みを請うようになりそして私たちがこの生涯の後に完成という目標に達する時まで次第次第にいよいよ神の形へと新しくされていくためですと。 so i will quote the answer for that question first that all our lifetime we may learn more and more to know our sinful nature and thus because the more um, earnest in seeking the remission of sin and righteousness in christ likewise that we uh, constantly endeavor and pray to god for the grace of the holy spirit that we may become more and more comfortable to the image of god 私はこの恵みによってこのキリストの似姿の完成という形にたどり着きますその姿に次第次第に変えられていきます私は今までこの神様は最終的に恵みによってゴールにはゴールは用意されているって だけ考えてました、um, that, um, he, grace, でもそこに最終的にポンって飛ぶまでは自分で頑張らないといけないかなって。頑張ったり頑張んなかったり諦めたりすることもできるなって。 Have to walk でも聖書が教えているのは始まりも恵みによって私は神のとして愛されたことして作られました。 そして私たちは神様の恵みによってそのキーソーニ姿の完成に至ることができます to,、uh, like、そしてそのプロセスも神様の恵みによって次第次第に私は作り変えられていくんです神様の御言葉によって いつもそこに恵みが始まりもそのプロセスもそして最後の時まで私は神様の恵みによって作り変えられていくんです。So by, um, 最後にこのちょっとだけ、えー、と短くあの私の証しをしたいと思います。So <A> 本当にこの私がこの御言葉によって変えられたという体験なんですけども I I この詩篇の27編10節の御言葉があります。Um, 私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。So it says, でこの御言葉がえ本当に幼い頃からえ孤独を感じていた、ね、言葉がえなかなか通じなくて、親にも通じなくて、友達にも通じなくてえ、孤独を感じていた私を救ってくださいました。Actually, 孤独だった私はその孤独のせいでどん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 自分なんかもういいやもう自分はもう何かに期待するよりも誰かに助けてもらったり誰かに幸せを与えられることを期待するよりもあむしろ自分で進んで不幸を選ぼうとそういう風になって破滅的な何か破滅願望を持つようになってしまいました。 When I was young, I had self-destructed desire and I just、uh, g i v e up everything and I was lonely and I choose to be an unfortunate. 何かこう大きなそれでストレスがかかったりすると、えー、本当に何かやらかすんですね。えー、ハワイから逃げ出したり、い、え、い、ー、人にいろんな迷惑をかけたりして、えー、そのようなことを繰り返していました。and when I got stressed, I just run away and when、uh, run stressed, I I got just でもこの御言葉をしたときに私はもう孤独ではなかったし私は誰に助けを求めるべきか知っていました知ることができました However, I, I know, でそのときにあそういうふうに心変えられたなって、えー、思い返してたんですけども My heart was, um, changed. 実際何が変わったかなって目に見える形で actually, what is, what その時気づいたんです <I> realized, このこの12年私に何も起きてない何も起きてないっていう years, it, この嵐のような 2> 1、2年の中で私何も起きてない、無事でいるんです。いろんな攻撃の中で傷ついたり、でもストレスがあって、でも疲れきっている時もありました。私は、so, uh, 神様に守られて、また共に立ってくれる友達を与えられて、私を支えてくれる妻を与えてくれて、神様のみことによって、私は今日ここに立っています。時々も立ちたくないな。 って思ときもありました。I, I でも、御言葉がただせてくれます。Word, God, このように私は、私にとってはこれは全く想像したこともない人生ですね。 まだまだ変えられている途中ですけども少なくともこの破滅願望という私の大きな罪の部分においてもはや自分色ではなく御言葉色に染められたんだなということを感じています I am in the process of transformed But I realized that I didn't I don't have self-destructed desire anymore And my color of blood is 今今今日日日一緒ににお祈りしたいですで今日御言葉によって私が今日染め上げられるべきものは何なんだろう is,、uh, で信じシンジルコトガデキこイ従うことができない御言葉、so In. この中で今日、祈りを通して、聖霊様が働いて、本当にそれが信仰の賜物が与えられて、またあなたがその信仰によって作り変えられるように、今日一緒にお祈りしましょう。 ぜひ、今日うその場で,ですね目を閉じて一緒に祈れる人は一緒にお祈りしたいと思います。心を開いてください。天のお父さんの御言葉に一緒に心を開きましょう。皆さんの中で何か信じていたね嘘や ね、罪は、あは、ますか私は、ね傷つくものなんだ、私は弱いんだ、私は偽るものなんだ、like, weak, be, 私は愛されていないんだ、私はれれ、私は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 、d 私は、 でいろんな人に傷つけられてきたかもしれない、um, でその言葉がその拒絶された時の言葉があなたをそのように信じ込ませてしまっているでも今日イエス様の天のお父さんの御言葉あなたにとってにてってあなたにとって 憐み深いですあなたに癒しを与えます。Today, 天皇お父さんの言葉はあなたを無条件の愛で愛します。無条件にあなたを受け入れます。And they receive you and あなたの足りないところを覆います。

そこから悔い改めて天の愛してくれる天のお父さんの言葉を今日選びます。そういう人を今手を挙げてください。今り離とうことに気をつけてください。ありがとうございます。今日画面の向こうで一緒に見ている人もオンラインで見ている人も一緒にこれ心からお祈りします。聖霊様が今その場であなたのところで今日。 働いいてくださいますように。I pray that the Holy Spirit will work around you. りますイエス様。I pray, Jesus.Heavenly 天のお父様、今日あなたの御言葉を語ってください。Father, please talk, speak the word of God.Please 私私ののののの中中にに根根付いていいい。てててた、たたここをを張っっ偽りの言葉をあなたが断ち切ってください get rid of all lies which are planted in my heart. その嘘を、をその罪をあなたが打ち砕いてください。その偽りのアイデンティティをあなたが打ち壊してください。そして代わりにあなたの愛の御言葉を、真理の御言葉を植えてください。での父様、あなたがどれほど愛しているか。 どれほどそれが無条件でどれほどそれがその人を癒す言葉で受け入れる言葉で哀れみ深くてその人を許す言葉であるか。あわれ今日その信仰の御言葉を信じる信仰の賜物を与えてくださいれに深くてあわれに深くてあわれに深くてくてく 聖霊様どうかそれを選ぶことができるようにどうか助けてください。Spirit, so、あなたの御言葉を喜ぶその喜びをも与えてください。So、そして、聖霊様どうかそれ,をそれに従うことができるように。信じた者らしく。 生きることができるようにどうか助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは、えー、今日この中でまた生産の時をお持ちしたいと思います。今ですね、そ、え、ば、ー、に用意している人は生産、えー、の、えー、何か印を 用意してください。さ please prepare what you take for the communion。これは、イエス様が私にしてくれたことを思い出す時間です。イエス様は

イエス様が代わりにその肉を、清いその体を傷つけられました。He, uh, hurt, he, um, 私は罪の行いによって自分の血でそれを支払うべきであった。 でもイエス様が代わりに血を流して支払ってくれた。今日私はこれを話した全てのことはこのイエス様の十字架なしではないんです。イエス様の十字架なしでは私はその入り口に立つことさえできないんです。 今日この恵みの御言葉の道に立たせてくれた、導いてくれたこのイエス様の十字架を一緒に取りたいと思います。そここれはイエス様が私のために砕かれたこの肉です。今日一緒にこれを覚えて取りたいと思います。 一言お祈りします。天の父様、あなたの一人子愛する一人語、イエス様、イエスキリストを送ってくれてありがとう。イエス様は私のために十字架にかかってくれてありがとう。今日はあなたの十字架を信じます。あなたの十字架を受け入れます。 ちょうど今日私を罪人の道に立たず、あなたの道に、あなたを見事な道に立つものとしてください。God, please let me be the one who is not standing in the way of a sinner, but standing in the way of righteous.Yes, Christos の皆によって応援をいたします。Jesus name I pray.Amen. 今日は一緒にこの、えー、クラッカーを一緒に撮り,りたいと思います。 イエス様ににに大きなをししましょう <Praise Jesus. S 1>、はい、それでは最後に、えー、宣言文を一緒、uh, the, はい、すみません、ちょっと時間が長くなってしまいましたけども、本当にこれ、ここから宣言して。 イエス様の十字架御言葉を一緒に受け入れていきましょう。日本語から行きますせーのイエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。English, Jesus, イエス様にもう一度お祈りなしましょう。